いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでナッツさんからご依頼です。トップクローサファイア2つですね。はい、で開封して今日発送、明日着で、はい、手配いたします。8パックで4枚入りで、シャア32枚で、サインカード1枚と、大体パラレルも1枚かなという感じです。一応カードはすべてスリーブにね、入れてお送りします。はい。カブレラさん。カエルライト。ブレブサ、いいピッチャーね、いっぱいいますよね。まあ、ちょっと放出したりもしちゃってますけどね。あ、上行きた。これもどういう時だとか、あ、後ろに書いてあると思いますね。うん、はい、アレックス・レイです。アップ・ウォルス。いいですね。で、サインカードですね。ひっくり返ってます。せーの。あ、トロさん。今日2回目見た。はい。まあでも、ホームラン打てるバッターですから、去年ちょっと打率がね、あれでしたが、はい、わかんないですよ。マイナーでは、まあ、打ってましたからね、普通に。うん。114ゲームでホームラン17本ですね。で、通算360ゲームで48本。うん。マイナーの時は3割超えてたのか。うん。2020年のメジャーリーグ、まあ、ちょっと成績、うん、打率がね、っていうぐらいでしたね。まあ、上向くと思いますけどね。はい、モンゴメリ。ジャンセン。あ、マイケン。はい。うん、まずルーキー1枚ですね。バーンズさん。ブルージェイズ。ギョーコ。クリス・セイ、ルキー・ターレイさん、ピッツのピッチャーっすね、多分ね、これね、ピッチャーっすね。で、ロペスさん、はい、目つぶってますね。ゴアさん、うん、はい、ルキー3枚目。あ、ボービッシー。この前にね、トヨさんの PB しちゃった。ボービッシー。まあ、しょうがないです、それはね。はい。いや、ボービッシーがね、これ1番なんですよ。トップさんもかなりこう、期待してるのかなーっていう感じはしますね。はい。ね。写真もいいですね。こういう写真なかなかないんでね。打席立つときにこう、ね、バッと見てね。はい、ボービッシュ、まあ、ボービッシュと、まあ、結構2020ってルーキーのね、多分レベルは高いんだろうなと思います。これはワシントン、ロバート、カエル・ルイス、アロザネナね、でボービッシュいるし、他にもね、来そうな、あ、イチローさんも来ました。これ2001のオールスターね。はい、これも2001年のそのね、うん、イチローさんのね、その当時の写真を使ってると思います。はい、ロドリゲス、トンプソン、クレーバートレス、レギュロン、まあ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 なメンツですね。まあ、ベケットの上から行ったら、まあ、トラウトも、あ、平野さんも来ました。はい。レブランクさん。ね。あ、グリーンだ。せーの。おー、バーランダーのグリーン。おー、これはかっこいい。いいっすね。グリーン45だっけな。
13の45バーランダーのグリーン来ました。それとマリスニック一拍目トルさんの3位で、まあボービシが出ましたので、まあ箱的にはいいんじゃないかなと。イチローさんも出ましたし、はい。で2箱目パラレルもね、バーランダーさんだったら、まあ、サインカードとかは特にない方ですから、こういうパラレルね、綺麗なパラレル人気があります。はい、2箱目。まあ1箱目はまあまあですね。はい、デイビスさん、ヒューストン、お、ジャッジ、この写真かっこいいよ、はい、ブンマーさん、バンマーなんだな、フルマーさん、ポッペンさんで、サインですね。サイン大体2番目とかに入ってるのかね。一緒っすね。せーの、よいしょ。あ、ニック・ソラックさん、テキサスの、打者なんで結構、はい、パンチありますよ。ただあのギャロパイセンがいるから、そこをうまくこうね、うん、ギャロさんのね打撃も取り込みつつ、まあ打率もいい方ですから、ひょっとしたらありえるかもっていう選手で、ベリンジャー、うん、2020はね結構下から来るのもいるんじゃないかな。まあカード的なね過小評価されてる選手たちが結構いるんじゃないかなって思いますね。まあ試合するのも大変でしたからね、去年はね。ロペス、フレチャー、レオンさん、精神的なねストレス感じる方と、まあそんな気にしない方とかもいらっしゃると思うんで、その気の持ちようっていうのは大きいと思いますしね。モアランド、お、ティノ・マルチネスだ、ヤンキース。はい、でギンケルさんのルーキー、ソラックさんもあると思いますよ全然、うん、今テキサスがスノーストームですごいですよね。いや店長もテキサス州って言ったらもう本当暑い、痛い暑さで痛いそういう印象しかないですもん。日差しが痛いんですよ、それしかないですそこが猛吹雪だっていうんですから、発電所も凍っちゃうとかね、え、ほんともう異常気象で。お、ケン・グリフィーね、また世界時計がこう進んじゃうのかなと思いますけどね。パームさん、はい、ガルシアさん、お、バーランダーベースも出ましたね。これはオールスターゲームの方ですね。2000何年だこれ、2019年のオールスターゲームだね。優勝した時だっけ、ヒューストン。カストロさん、ビラーさん、ボットさんで、ラスト、はい、コルデロさん、トムリンさん、あ、パープル来てる。パープルは多分10シリだと思います。せーの、お、ポールス、おー、いいっすね、ポールスの10シリです。これベースの方アクティブリーダー、うん、10枚限定の8番です。プーホールスの10シリいいっすね、うん、はい、まあ、プーホールスといえばもう伝説のうちのお客様ね、俺のプーホールスに何か用ですかっていう、いまだにもうね、そのお客様忘れられないです。すごい真面目な方で、よいしょ、お客さんのね、他のお客さんの受けも良かったですね、はい、あ、いいっすよいいっすよ、どうぞどうぞはい、
ジューシリポールス、ね、これいいですね。だからパラレルが2人ともベテランのもうレジェンド、ホールオブフェイム入るんじゃないかクラスですね。で若手はソラックさんはかなり期待できるんじゃないかなと思います。うん、結構いいですよ。過小評価ですよね、本当ソラックさんは。まあ去年ちょっと打率がねあれでしたけど、あとはまあグリフィーさんのベースとか出てますけどね、イチローさんも出たし、あとルーキー系だとボービシが出たから、まあね、パラレルも2人ともスーパースターのねレガシークラスで、でこんな感じかな。はい、いいっすね。バーランダーにポールス、ボビシ、はい、ということで、またぜひこれで梱包して発送いたしますので、はい、また機会があればぜひチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。